楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。イーグルスの先発はエースの則本、対するジャイアンツの先発は右の戸郷、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の則本マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは吉川。背番号2。第9、投げた、アウトコース高め、スライダーは外れてボール。第2球ストレートはボール。第3球を投げた、直球ストライク、インハイへ。第4球を投げた、ナックルカーバーストライク。次は5球目、投げました、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、吉川ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げました、初球送りバント、ピッチャーへ転がした、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。イーグルス先制のピンチを迎えます。第1球初球見送ってストライク。第2球投げました、ボール、イーグルスここは引っ張りに警戒します。投げました、打った、右中間へ持っていきましたが取りました、三塁はイーグルス、なおもピンチが続きます。さあ、ピンチが続く場面で迎えるバッターは岡本、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げました、初球を打った、フラフラっと上がった、ショート落下点に入りました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。則本ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。イーグルスまずはゼロに抑えました。右の戸郷マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは村林、投げた、見送ってボール。第2球投げた、打ちました、ライトへのフライだ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番小深田。第1球真ん中に決まった、ストライク、まずは見送りました。第2球インローへ、変化球外れてボール。第3球を投げた、アウトコース、外れてボール。投げた、変化球ストライク、インハイへ、キレのある変化球。第5球投げた、外角、フォークは外れてボール。さあ、6球目投げました、打ちました、三遊間抜けた、小深田いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。投げました、インロー、縦のスライダー外れてボール。さあ、次の投球2球目ストライク、投球はこれから3球目、3球目ストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、ボール、投球これから5球目、打ったに当たりだ、門脇ボールを取る、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。1回の裏が終わりまして、イーグルス同じく立ち上がりは得点ならず。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは大城、投げました、初球スプリット空振り。第2球投げました、打った、第3球を投
投げた、高め、スプリット外れてボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、外れた、ボール。さあ6球目打った、これは強烈、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく、ライトを見送った、ホームラン、先制ホームラン、ライトスタンドに吸い込まれていった。チームメートが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは6番丸、ライト丸、背番号8。第9投げた、決まってストライク、いきなり152キロ。第2球打ちました、1、2塁間の打球、伊藤掴んだ、則本取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。背番号7。第9投げた、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。次が4球目投げました、見送ってボール。第5球投げました、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、村林ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番秋広、秋広、背番号55。第9投げました、見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、スライダー、ボール。投げた、ストライク。次は4球目投げた、ストレートはボール。さあ5球目打った、流し打ち、レフトへのフライだ、レフト交代、落ちました、ヒット、ボールはセカンドへ、二塁タッチはセーフ、秋広ツーベースヒットを放ちました。バッターは9番浅野、背番号第9、初球から打ってった、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴んで、これで3アウトになります。2回の表が終わって1対0イーグルス先制点を奪われています。2回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者浅村、第9投げた、初球ストライク、いきなり150キロ、初球ストライクから投げた、打った、フラフラッと上がった、セカンド落下点、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番岡島、背番号27、岡島バケロ。第9投げました、決まってストライク、変化球にキレがあります。第2球投げました、打ちました、追い込んでから、第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました。第5球投げました、インコース低め、ボール。第6球を投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた、岡島ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第9決まった、ストライク。第2球投げた、ボール。第3球打ちました、三遊間へのゴロ、坂本取った、アウト、イーグルス同点のチャンスを迎えます。さあ同点のチャンスにバッターフランコ、第9投げた、ストライク、バットが空を切りました。さあ次の投球打った、
投球はこれから3球目。打ちました。スタンドに入りました。ファール。ジャイアンツ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから5球目。ボール。第6球を投げた。膝元、空振り三振。リプレイをご覧ください。2回の裏が終わりまして1対0、ジャイアンツ1点リードは変わりません。ジャイアンツ、この回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの吉川、これが2度目のバッターボックス。第2球投げた。2球目空振り。第3球を投げました。外れた。ボール。次は4球目投げました。見送ってボール。第5球投げました。打ちました。痛烈。伸びた。伸びていった。見上げた。ホームラン。ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。左バッターボックスは門脇。第1球投げました。打ちました。ファールボール。初球ファールから投げました。ストレートはボール。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。4球目空振り。追い込んで第5球投げた。打った。これはファースト真正面。伊藤、一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは坂本。第1打席はライトフライに倒れています。ボール。イーグルス、ここは引っ張りに警戒します。投げた。ストライク。アウトコース厳しいところ。投球はこれから3球目。打ちました。第4球を投げた。見逃し三振。バッターは4番岡本。第1打席は内野フライに倒れています。投げました。見送ってストライク。第2球投げました。見送ってボール。投球は3球目投げました。打った。小深田、ボールを取る。アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対0。則本、この回さらに1点を失いました。3回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは辰巳。第9投げました。ボール。まずは外角。第2球打ちました。破った。辰巳、二塁を狙う。辰巳、いいバッティングを見せました。ランナー一人を置いて迎えるバッターは隅谷。第9投げました。初球バント、ピッチャーの左へ転がした。ボールを掴んだ。アウト。ランナー三塁に進みました。イーグルス、なおもチャンスが続きます。初球フォークボール空振り。第2球投げた。ボール。第3球は低め際どい。ボール。第4球を投げた。外れた。ボール。第5球投げた。縦のカーブは空振り。第6球は打った。さあ犠牲フライになるか。掴みました。中継。村林、レフトへの犠牲フライ。イーグルス1点返しました。バッターは2番小深田。今日2度目のバッターボックス。投げた。ボール。
2球。投げた。真ん中ストライク。投げました。見送ってボール。さあ4球目。打った。三塁線。いい当たりですが左に切れていきます。打ちました。ファースト真正面。岡本掴んだ。ベースカバーに入る。戸郷取ってアウト。スリーアウトチェンジ。3回の裏が終わりまして2対1、イーグルスこの回点を返しました。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは大城。投げました。ストライク。第2球ストレートはボール。第3球を投げました。打ちました。フラフラッと上がった。ピッチャー落下点。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番丸。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第9球投げました。スプリットはボール。まずは膝元。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。丸、いいバッティングを見せました。さあリプレイです。バッターは指名打者長野。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第9球投げた。ストライク。キレのある変化球。第2球投げた。ボール。第3球を投げました。スプリットはボール。第4球はアウトロー。ボール。次は5球目。投げました。スライダー空振り。第6球を投げました。打ちました。センター前に出る。掴みました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投げました。初球空振り。変化球にキレがあります。第2球このボールも空振り。追い込んでから投げました。アウトロー際どい球。ボール。第4球は外れた。ボール。投げた。打ちました。ファール。第6球は外角高め。ボール。第7球をランナースタートを切った。打ちました。セカンド正面。小深田ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。4回の表が終わって2対1です。イーグルスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは5号。初球縦のカーブは空振り。第2球投げた。フォークボール見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球打った。ショート左へのゴロ。門脇取った。一塁送球アウトです。一塁はアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは DH の浅村。第1打席はセカンドフライに倒れています。初球打った。抜けた。浅村ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは5番岡島。これが2度目のバッターボックス。投げた。初球空振り。さあ次の投球打ちました。これはライトフライになった。取りました。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投げた。ボール。第2球投げた。ストライク。第3球を投げました。ボール。インコース低め。第4球を投げました。ボール。
第5球投げました、打ちました、内野ゴロ、坂本ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。イーグルスファーストランナー残塁、4回の裏が終わりまして2対1です。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番浅野、第1打席はセンターフライに倒れています。投球これから2球目、ボール、アウトコース高め、第3球を投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール、投げました、ストライク、第5球投げた、見送ってボール、第6球を投げた、打った、サード左横のゴロ、サードから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って吉川、第9投げた、低めストライク、第2球投げた、見送ってボール、第3球を投げた、打った、フラフラっと上がった、ショート落下点、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番門脇、第9投げました、打ちました、初球打ち、小深田掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。則本三者凡退に抑えています。5回の表が終わって2対1です。5回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターはフラン、ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ次の投球投げました、打ちました、第3球を投げました、打ちました、これは内野ゴロ、門脇ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番辰巳、今日2度目のバッターボックス、投げました、打った、さあ次の投球投げました、ボール、インコースへ、第3球を投げた、打ちました、第4球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、吉川取った、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。バッターは9番住谷、これが2度目のバッターボックス、第9投げた、ストレートはボール、投げた、決まってストライク、第3球を投げた、インコース引っ張った、打球はレフトの左へ、アルボー、流し打ち、どうだ、ライトの右、ワンバウンドヒットになる、ライトからセカンドへ、住谷ツーベース、イーグルス同点のチャンスを迎えます。リプレイをご覧ください。バッターはトップに帰って村林、今日はライトフライト、レフトへのギス、初球を打ちました、取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。イーグルス2塁までランナーを進めましたが同点には至りませんでした。前半が終わりまして2対1です。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは坂本、今日はライトフライト、三振、初球打った、右中間へのフライ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本、今日はショートフライとセカンドゴロ、第9投げました、ボール、第2球投げました、ボール、第3球を投げました、ボール、投球これから4球目、引っ張った、あっと抜けた、ボールはセカンドへ、岡本ツーベースヒット。さあリプレイです。
今日1打点の大城。則本ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。スプリットはストライク。第2球投げました。打った。投球は3球目投げました。外れた。ボール。第4球を投げた。打ちました。第5球投げた。見送ってボール。第6球を投げた。打ちました。ファール。第7球を投げた。ボール。投球8球目投げた。ここはフォアボールになります。結局フォアボールになりました。今日は安打を放っています。バッターの丸。第9球投げました。インハイ。外れてボール。第2球ボール。第3球を投げました。高めボール。抜けました。投球これから4球目。打って出ました。センターの左にボールが上がっている。掴みました。中継。ショートから三塁送球。イーグルス。なおもピンチが続きます。代打は梶谷。第1球投げました。初球から打ってった。アウト。スリーアウトチェンジ。則本ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。6回の表が終わって2対1です。イーグルス。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは小深田。さあ次の投球投げました。打った。岡本ボールを取る。岡本一塁踏んでアウト。バッターは3番小郷。今日はショートへの併殺だと。ショートゴロ。打ちました。初球打ち。内野ゴロ。坂本掴んだ。一塁送球アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは指名打者浅村。第1球投げました。見送ってストライク。第2球投げた。打ちました。打球はサードの左。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。イーグルス三者凡退に倒れました。中盤まで終了しまして2対1です。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは秋広。投げた。ボール。第2球投げた。ボール。投球は3球目投げた。スプリット見送ってストライク。投球これから4球目。打った。第5球投げた。打ちました。いい当たり。ピッチャー返し。抜けた。秋広いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。則本降板。マウンドに上がったのは渡辺。今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました。あーっとショーフライになった。取った。アウト。ランナー2塁に進みました。ジャイアンツ代走を送ります。俊足の重信。2塁に入りました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは吉川。今日はホームランを打っています。第2球投げました。外れた。ボール。第3球を投げました。パームボール。空振り。パームに全くタイミング合いません。第4球を投げました。打ちました。ショート右横のフライになりました。取りました。これでツーアウト。ランナーは2塁変わりません。高め。ボール。さあ次の投球直球見送ってストライク。第3球は打ちました。これは内野へのフライだ。ピッチャー落下点に入りました。取りました。これで3アウト。満員の楽天生命パーク。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏イーグルスラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは岡島。投げました。インロー際どい球。ボール。投げた。空振り。
投げた、3球目空振り。次は4球目、投げた、インローの直球はボール。投げた、ボール。投球はこれから6球目、打った門脇、ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番伊藤。第1球投げた、低め、ボール。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。投球はこれから3球目、見送ってボール。さあ4球目、打って出ます、1・2塁間のゴロ、戸郷取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げました、ボール。投げました、ストレートはボール、外角高め。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、おっと打ちました、ライト前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。イーグルス三者凡退に打ち取られました。7回の裏が終わりまして2対1です。渡辺降板、ここでマウンドに上がったのは安楽、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球決まった、ストライク。1球目空振りから第2球、ボール。イーグルスここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました、直球ストライク、外角高め、追い込んでいます。第4球を投げた、アウトコース低め、ボール。投球これから5球目、見逃し三振。右バッターボックスは4番岡本、今日はここまで3打数1安打。第9投げた、初球外れてボール。第2球投げた、打った、右中間へのフライですが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番大城、これが4度目のバッターボックス。投げた、外角高めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから投げた、外を際どい、ボール。投球は3球目、投げました、ボール。第4球を投げました、スライダー、ボール。第5球投げました、外れました、フォアボールです。バッターは6番丸、今日はここまで3打数1安打。第9投げました、サークルチェンジャー、ボール。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げた、ストレートはボール。投げた、打ちました、ファウルボール。第5球投げた、あっと引っ掛けた、掴んで、これで3アウトになります。ジャイアンツファーストランナー残塁、8回の表が終わって2対1です。8回の裏、1点を追いかけます、イーグルスの攻撃。この回の先頭バッターは辰巳、投げた、見送ってボール。第2球低めの球、空振り。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げました、打ちました、サード右抜けるか、坂本取った、サードから一塁送球、一塁はセーフ。リプレイをご覧ください。バッターは9番住谷。第1球辰巳、走った、外れた、キャッチャー二塁へ、盗塁成功。イーグルス大事な場面で盗塁を決めました。先ほどのプレーです。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました、バントしました、
ファースト取ってタッチはアウト。これでワンアウト、ランナー三塁に進みました。イーグルス、なおもチャンスが続いています。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。第2球投げました、ボール。第3球は打ちました、ファール。投球これから4球目、打ったピッチャー正面、ピッチャー返し、坂本ボールを取る、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーは三塁変わりません。第1球投げました、外角低め、外れてボール。第2球投げました、低め、外れてボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、あっと打ちました、三遊間の当たり抜けた。イーグルスここで追いつきました、2対2。イーグルス見事チャンスをものにしました。これでチームに勢いが増すことでしょう。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。戸郷降板、マウンド上はバルドナード、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第1球ランナー走った、ストライクになった、二塁送球、判定はセーフ、盗塁成功。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、内角低め、ツーシームは外れてボール。第4球を投げた、ツーシームはボール。第5球投げた、打ちました、セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。8回の裏が終わりまして2対2イーグルス同点としています。安楽降板、左の鈴木今日4番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、高め、外れてボール。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、スラーブはボール。第4球を投げました、真ん中ストライク、タイミング合いません。第5球投げました、まっすぐ空振り、少し意識しすぎたか。次は6球目投げた、打ちました、破ってった、梶谷ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。ジャイアンツダイソー投入です。増田一塁に入りました。先ほどからダイソーで途中出場していますバッターの重信。イーグルスここはバントに警戒します。キャッチャー二塁送球間に合うか、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ここは送りバント、サード取って一塁送球アウト。ランナー三塁に進みました。イーグルスなおもピンチが続きます。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。第2球見送ってストライク、キレのある変化球。第3球を投げた、打った、炭谷余裕があります。ファールグラウンドで取りました。これでツーアウト、ランナーは三塁変わりません。投げた、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、村林バック、これはヒットになります。イーグルス土壇場、ここで勝ち越されてしまいました。ジャイアンツ貴重な1点、3対2ジャイアンツやりました。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは2番門脇。第1球投げました、ストレートはボール。さあ次の投球ボール。第3球を投げました、外角高め空振り。次が4球目投げました、打ちました、セカンド左への打球アウト。スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって3対2
イーグルス1点をリードされています。マルドナード降板、そして最後は守護神の大勢、最終回1点差でマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、ストレート見送ってストライク、いきなり157キロ。第2球投げた、スライダーボール低め。第3球を投げた、空振り。追い込んで投げた、打ちました、打球はショートの右、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番岡島。第9投げた、ボール。第2球投げました、インコース高め、空振り。投球は3球目、投げました、空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げました、ボール。投げました、外を際どい、ボール。さあ6球目、ストライク、空振り三振。バッターは6番伊藤。イーグルス最後のバッターになるのか。第2球投げました、外角高め、際どい球、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、1、2塁間の当たり、吉川掴んだ、セカンドから1塁送球アウト。ゲームセット、イーグルス1点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローは吉川、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対2、イーグルス1点差で敗れました。勝利投手はマルドナード、敗戦投手は鈴木、そして西武は大勢。イーグルス残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームに期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、楽天生命パーク宮城よりお伝えしました。